2021年春、私は念願の警察官になり、渋谷署に配属された。でもその3日後、スクランブル交差点でモンスターに襲われて重傷、死にかけた。これはその時に見た風景だ。この杖を掴んだらどうなるのだろう。死ぬのだろうか。元の人生に戻れるのだろうか。私はまだ何者でもなかったから、生き延びる方にかけた。目覚めた時、私は魔法使いになっていた。臨死体験の後に魔力を得た者は、レプリカと呼ばれる。模造品、複製と見下されることもあるけど、私は気にしない。使える魔法は本物だから。俺は14の冬に生死の境をさまよい、そして魔法を手に入れた。ここ渋谷区の夜間人口は約22万人。そのうち魔法使いは何人だろう。1000人、200人、かなり少ないはずだ。組織に属さない俺たち野良魔法使いは、ある意味狩りの獲物。人混みに紛れ、息を潜めてひっそり生きている。身を滅ぼしかねない自己顕示欲に、手を焼きながら。5月10日金曜のやれを行う。まずは担当地区から、米倉班センター街経路、金網班駅周辺街経路、野々山班宮下パーク経路、美濃部班スクランブル交差点経路、城崎班道玄坂工事経路。白崎班長は殉職されました。では西島、お前が班長代行だ。はい。メア松岡、今日は西島班に入る。メア松岡、了解。次、栗山班スペイン坂経路、綿貫班渋地下経路。誰が死のうと、私たちの夜はこうして始まる。今日は連休明け、最初の週末だ。街はアンワイズドム、湿気、紳士淑女で溢れるだろうが、怪我はさせるなよ。連中、かすり傷一つでモンスタークレーマーに変身だ。スリルが欲しくて渋谷に来るくせにな。では出撃。西島、はい。班長が殺されたばかりで動揺もあるだろう。チュートリアルで行動の基本を確認したらどうだ。ああ、いいかも。意外と落ち着くよ。西島、手加減しませんよ。ふん。
手加減しませんよ。なあ、ああ、手加減しませんよ。ああ、なあ、はっ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 、なあ、はっ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 、手加減しませんよ。ああ、見切った。ふっ。った。ああ。ふん。手加減しませんよ。行くぞ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 。おい。おい。ほら。ほら。ほら。行くぞ。ああ、手加減しませんよ。なあ、行くぞ。はっ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 、敵の沈黙を確認。なあ、マジックエンフォースメントアドミニステーション、通称メアは反社会的組織魔法使いギルドに対抗するために設立された。私たちは魔法機動隊に所属する、いわば
政府公認の魔法使い、違法魔法行為の摘発と当事者の逮捕、 M つまりモンスターなど危険事案の排除に日々励んでいる。鵜飼さん、メア、松岡さん、道玄坂工事へゴーです。西島ちゃんさ、白崎班長マジで死んじゃったの？ええ、今朝です。ダメージはなさそうだったのにな。やっぱり気力の限界かな。この頃やる気なさそうだったし。やる気のなさで死ぬなら鵜飼さんリストのトップですよ。マジか。鵜飼、西島、何でしょう？白崎さんに何があったか？M にやられたんです。不意打ちですね。魔法で弾き飛ばされて車両に激突、頭部を強打したように見えました。でも自分の足で本部に戻ったし、毎度のパワハラも決めてたんですけどね。あっけないもんだな。本当に。西島ちゃん、あれ、あの黒いものはマリスと呼ばれている。人の悪意が具現化した物質らしい。さあ掃除しましょう。制圧する。はっ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 フッ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 。まあまあかな。西島ちゃん、ほら、あそこ。ギルドの魔法使いかもな。追い込んで勝ってやろうが。魔法行為を現任していませんから、現状での追跡は挑発行為に該当します。相変わらず硬いね、西島は。反面教師が多すぎるんですよ。へえ、言うようになったな。違法魔法事案通報アプリ、魔法行為の摘発は
アプリからの通報が頼りだ。多くの国民は魔女狩りアプリと呼んでいる。リアル魔女から言わせてもらえば、その故障はありえないハラスメント。ルブルム中毒者が違法魔法行為、多分ラムドだな。この先です。急ぎますよ。1型ダムで違法薬物ルブルブの乗用車、すでに体の一部に重過症状が出ている。この段階になると魔法を使う可能性が高い。一般ピーポーに挑発されて魔法っちまったか。はい、野じ馬は離れて。怪我しても知らないよ。お前らも晒すぞ。メアの西島です。魔法使用の通報がありました。あなたで間違いありませんか？ください。え？ルブルムください。なるほど。しかしそれはできません。我々にご同行ください。治療施設を紹介します。施設で殺すでしょう。殺すでしょう。無責任な噂です。施設では大勢のスタッフがあなたの社会復帰を応援します。ルブください。話は本部で聞く。さあ行くぞ。いやだ。指示に従ってください。逮捕はしたくありません。いやだ。攻撃開始。かもなく不可もなく。まあこのレベルだと施設でもどうにもならないだろうね。諸悪の根源はこの魔法薬ルブルム、通称ルブ。ギルドが製造し、反社会勢力が拡散する魔法薬だ。一時的な高揚感、多幸感が得られるが、
高い依存性と深刻な副作用がある。忌まわしきルブラム、その撲滅のために私は戦っている。午後11時になりました。東京都は魔法対策法に基づき午後11時以降の外出を自粛いただくようお願いしています。不要不急の外出はお控えください。午後11時になりました。東京都は魔法対策法に基づき午後11時以降の外出を自粛いただくようお願いしています。東京都の夜間外出自粛要請は俺が生まれる前から続いている。そして俺が生まれる前から半ば効力を失っている。異形のルブルム中毒者、リアルなモンスターがうごめくこの街、メアとギルドに分かれた魔法使いが抗争を繰り返すこの街、夜の渋谷のカオス、それが人を引きつけてやまないらしい。来たれ魔法使い同士よ、奪われた権利を取り戻そう。目覚めよ、そして立ち上がれ。これは正義の戦いだ。メアは町の治安を守る仲間を求めています。魔法使いであるかどうかは問いません。町の安全を守るのはあなたです。知ったことか。俺は俺のためにしか戦わない。センター街か。黒い影はマリス、人間の悪意が具現化したもので、俺たち魔法使いからは丸見えだ。悪意の中身まではわからないが、俺にとっては厄介な代物。ルブルムあるんだろう。クレアはない。でもこの匂い、はあ、お前純な魔法使いだな。どけ。俺を誰だと思ってる。知りませんけど。お前らの血はルブと同じ効果なんだろう。ちょっともらうぜ。お兄ちゃんやっちゃうよ。ダメだ、お兄ちゃん弱そう。なんだと。魔力を解放しているとき、俺たちはカメラに映らない。仕組み？それがわからないからこその魔法だ。かかってくれば。遅すぎ。終わったな。通報されてるよ、逃げて。バトルの直後はあれこれ確認したくなる。
でもそれは命取り。すぐにメアが駆けつけるはずだ。奴らは死体に集まるハエよりも早い。もしメアに捕まると洗脳され退院にされるらしい。まあ都市伝説だろうけど。お前さっき魔法使ったか？そんなことしませんよ。そこで何して？別に。ちょっとこっち来い、顔見せろ。ああ本当にやるんだ。挑発して魔法を使わせる作戦。悪いけど録画してるから。それがどうした？歌うぞこら。お前は挑発に弱い。力を見せびらかしたくてうずうずしている。言動に気をつけないと命取りになるぞ。さてセンター街だな。この通りのどこかにフォグがあるはずだ。なんだよ。ほっといてくれ。行くよ。はっ！あっ！はっ！
漂う魔法物質、ドミヌスの森の入り口だ。全ての魔法使いがフォグを見ることができる。でも使うことができるのは呪文を知る魔法使いだけだ。自信と勇気を持って唱えなさい。風よ、我を解放せよ。おお、マジか。正直フォグも森の存在も半信半疑だった。悪かったな父さん。もう全部信じるよ。モンスターというか、いるよな。こんな森だし。瞬殺だ。行くよ。はっ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 やれやれ。かかってくれば。余裕。ハッフッキュッハッチャッハ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 ッ。遅すぎ。フッフッハッチャッフッハッハッやっぱ俺強いよな。ふっ。進むと古い大きな門があるはずだ。その門は風門と呼ばれている。風門は風の通り道、
すべての風門を開いて風をつなげなさい。その風に乗ってドミヌスに会いに行くんだ。ドミヌス？ドミヌスは魔力の管理人。マリンを解放してくれるだろう。解放って？それはマリン次第だよ。考えておくといい。あっ！そりゃいるよな。知ってた。かかってくれば。はっしゃ！はっ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 はっ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 操作するのか。あ？あれか。試行錯誤の末に俺は理解した。二人必要ってことなのか。もう一人連れてこいって。ち、厳しいな。家族はもういない。人間関係は学生生活と一緒に全部捨てた。最強の魔法使いになることに決めたから。最強はここを、はあ、友達とか仲間とかいらないから。とにかく誰か連れて戻らないと。ル
部中毒のやつを騙すか。血を餌にすれば簡単に釣れるかも。やっぱ俺強いよな。行くよ。瞬殺だ。また来る。めんどくさ。出てく。ありなんだ。手伝うよ、決勝。お前誰？目黒ニカ、ストリートの魔法使い。任せて。今の魔法なんだよ。珍しいでしょ。召喚魔法だよ。それなら知ってた。逃げよう。絶対通報されてるから。ダッシュ。もういいよね。君、ポグから出てきたよね。向こうには何があるの？もしかしてギルドの人？俺はキリズミ・マリ、野良魔法使いだ。今から少し話せないか？ごめんなさい。え、